中国の遼寧を中核とする空母打撃群が、尖閣諸島周辺海域で早期警戒ヘリの発艦を実施したみたいだね。まさに挑発と言っても過言じゃない行動だな。尖閣の周辺海域を我が物顔で、うろついているんだから、ほんと迷惑だよね。自分たちの領土だと信じて疑っていないあたり、本当に立ちが悪いよな。歴史を読み解けば、尖閣が中国の領土じゃないことは明白なのにね。都合の悪い出来事をなかったことにするのは得意だもん。仕方ないよ。そうだね。今回は冒頭で述べた通り、遼寧を中核とする空母打撃群が、尖閣諸島周辺海域で挑発的な早期警戒ヘリの発艦を実施したことについてと、新型の055型駆逐艦など、空母打撃群の能力を向上させている中国軍への対抗策について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍の航空母艦遼寧を中核とする合計6隻の艦隊が2021年4月3日に沖縄本島と宮古島の間を通り、太平洋方面に進出して軍事演習を行っていたことが防衛省の報告があった時に驚いた方も多数いたんじゃないかな。しかし正確には、この時の遼寧を中核とする空母打撃群には、最新鋭の055型駆逐艦南ちゃんや052型054型駆逐艦。補給艦等が含まれていたが、日本の領海等への侵犯行為はなかったというのが事実らしいぜ。同時期に南シナ海においては米海軍の大型原子力航空母艦セオドア・ルーズベルトの空母打撃群が、同海域における軍事演習を敢行しており、中国とアメリカ双方の G 行為が衝突するかのようだったね。当時の遼寧の航行の様子を映し出した画像が実はインターネット上に多数アップされていて、日本とアメリカの複数の艦艇や航空機が追尾行動を行っていることを公言していたよ。太平洋方面に進出した遼寧を中核とする空母打撃群は、台湾の東側に位置する西太平洋で軍事演習を行った後、その後は南シナ海へ軍を進み、さらに太平洋側から4月26日に今度は北上をさせたんだって。日本の自衛隊の艦艇や航空機の監視が行っている中で、翌27日には遼寧を含む中国の空母打撃群はついに尖閣諸島周辺海域に到達し、艦載機である早期警戒用のヘリを発艦させたため、航空自衛隊がスクランブルを発令したよ。遼寧ってどんな艦艇なの？この遼寧は中国海軍内では練習用艦艇として位置づけられており、基準排水量5万3000トン、満載排水量5万9439トン、全長305メートル、全幅78メートルの規模を持ち、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦と同じスキージャンプ方式の航空母艦となっているよ。このためアメリカの大型原子力航空母艦のような固定翼の早期警戒機を搭載することができず、その任務に関しては大型ヘリが全て担っており、その意味では同じくイギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦などとの同様だと言えるぜ。また現在のところ海上自衛隊の護衛艦出雲や加賀も航空母艦化改修が予定されているが、艦載機射出用のスキージャンプ方式のカタパルトを装備しない理由は、現存のヘリによる早期警戒機の運用が想定されている状況だからだな。一連の遼寧を中核とする空母打撃群の当時の行動を受けて、日本の岸防衛省は4月30日の記者会見において中国海軍の作戦行動範囲の拡大を危惧する声明を発表し、その行動に警鐘を鳴らして特に海上自衛隊では緊張感を増したんだ。遼寧が艦載機としている J15 戦闘機は、中国の空母建造計画のために、新洋式工業集団及び601研究所により開発された艦上戦闘機となっているよ。NATO コードネームはフランカー X2 といい、ロシアのスホイ33の試作機を元にして中国が開発した機体であるが、そのベースよりは若干性能が劣るだろうと予測されてはいるんだ。また今回この空母打撃群には最新鋭の055型駆逐艦南ちゃんが加わっており、こちらは 052D 型駆逐艦の後継艦となっており、艦型が大きく装備も充実していることから、アメリカ国防総省や国際戦略研究所では本級をミサイル巡洋艦と位置づけており、NATO コードネームは連配型巡洋艦と呼称され、2020年から就役が開始されたまさに中国海軍最新鋭の水上戦闘艦となっているよ。055型駆逐艦南ちゃんはどんな駆逐艦なの？055型駆逐艦南ちゃんは、基準排水量1万1000トン、満載排水量1万3000トン、全長180メートル、全幅19メートルの艦隊で、最大速力32ノット、
航続距離は5000海里とも言われており、運用構想においては空母の直営艦として機動部隊を構成するほか、自ら水上戦闘軍の機関となることも想定されているよ。これは米海軍の対コンデロガ級巡洋艦の基準排水量7242トン、満載排水量9460トン、全長 172.46 メートル、全幅 16.76 メートル、最大速力30ノット、航続距離は6000海里に劣らないということから日本にとっても驚異的な存在だな。性能所限の観点から見れば、この055型駆逐艦南ちゃんが艦縮分でいうところの巡洋艦に相当する機能を持っており、中国海軍としての初の本格的な外洋航海が可能な水上戦闘艦だと言っても過言ではないぜ。この055型駆逐艦南ちゃんの収益で、中国としては2隻目の国産航空母3トンや、以後の艦艇に対する防空能力が飛躍的に向上したと言われており、すでにこれを中国海軍では3隻収益させ、5隻が建造中であるというのが驚きであったね。現在の遼寧や山東に関しては、前述した通り航空機射出用のスキージャンプ方式のカタパルトを装備していない航空母艦だけど、3隻目以降は電磁式のカタパルトを搭載予定とも噂されており、原子力推進も視野に入れているということも囁かれているね。これらの母艦が収益を迎えるまでには固定翼の早期警戒機も中国は国産化してくるということも十分に予想されており、また艦載する戦闘機もステルス機を実用化してくることも確実であり、日本にとっても脅威の度合いはさらに増すと思われるよ。2021年5月1日にはイギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスの空母打撃群が母港ポーツマスを出港し、最終的には太平洋に向かって日本にも寄港したが、このような遠征能力を中国海軍も身につけつつあるってところかな。あの1982年のフォークランド戦争以後は、こうした水上戦闘艦同士が戦闘を行った事例は一度もなく、近年では航空母艦という大型艦艇が実際に有効な戦力となるのかという異論の一部で唱えられているぜ。そういった声もあり、海上自衛隊の護衛艦水の加賀の航空母艦化の話も、南西諸島への陸上滑走路が使用できない状況に陥った際への対処を日本は想定しており、空母打撃群としての打撃力重視へ生かすことができないというわけだな。もしも固定翼の早期警戒機を運用することが可能となれば、アメリカの空母打撃群に準ずる打撃力を中国海軍は手にするかもしれないが、個人的には中国の対処能力が低いとされる潜水艦で日本は迎撃して対抗すべきだと使用するよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて感謝です。感謝です。へーへー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 。